Thank you.
賛美主アレルヤ、元気よく賛美を捧げていきましょう。Thank you.
皆様おはようございます。雨も多い少し涼しい1週間でしたが、お元気でお過ごしでしたでしょうか。コロナ始めの頃には考えもしなかった第7波の中にありますが、礼拝しながら歓喜しながら今朝も礼拝式を進めてまいりましょう。ただいまより2022年7月17日第3主日礼拝式を始めます。はじめに標語説法をお読みいたします。主の教えを喜ぶとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。詩編一編2節から3節。前奏のうちに心静かに主を心に向けていきましょう。Thank you.
の信仰を言い表した後、イエス様の教えてくださった主の祈りを続けて祈ります。主語のイラストの面の左の方に、上に主のある一体にした信仰と信条がございます。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我らはその人よりも我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、本当ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、夜に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の義に立ちたまり、足をより引き上げて、生きる者と死ねる者とを裁きたまろ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。主の祈り、天にいたします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になることく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すことく、我らの罪をも許しなさえ、我らを心に合わせず悪へ移り過ぎなしたので、国と力と栄えとは限りなく何時も物語らなさい。アーメン。司会者が今朝の礼拝のためにお祈りいたします。心を合わせていただければありがたいです。ハレルヤ。すべてのものの作り主、全知全能の唯一絶対の神様、愛する天の父なる神様、お名前をあがめて心から褒めたたえます。今朝も私たち一人一人を招いてくださってありがとうございます。愛する皆様と共に礼と誠を持って神様を礼拝いたします。相変わらずのウクライナの資産、異常な支配者の横暴、日本では水害、そしてコロナの広がり、信じがたい安倍元首相を銃撃死去の顛末と、心穏やかでいられない日々を過ごしました。また心と体の不調や人々との関係の中で辛さを抱える一週間であったかもしれません。神様が共にいてくださってさえ、私たちは心穏やかではいられないもらいものです。あなたはそのすべての思いをご存知です。このひとときの礼拝式に一度身を下ろして、あなたを見上げさせてください。どうか野町先生を聖霊様が強くしてくださって、御言葉を力強く語らせてください。私たちの心の耳を開いてくださり、よくわかるように、また一週間を乗り越える力をお与えください。理解を超えることごとや辛さの中にあっても、神のなさることは皆時にかなって美しい。何があっても大丈夫と神様を頼る全く信頼を皆にお与えください。私が道であり命であり真理なのですとおっしゃるイエス様から目を離さず、うちにおってくださり、そばにいてくださって、どうぞ助けてください。聖霊なる神様から恵みが豊かにありますようにと求めます。世界中の教会の上に、イスラエルの地に、
この国の上に、この地域の皆様の上に、お一人お一人とご家族の上に祝福を祈ります。そして主よ、イエス様、お約束通り早く来てください。切なる願い、唯一の救い主イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではもう一曲賛美いたしましょう。賛美歌228番。皆さんおはようございます。いつもの方に加えて
久しぶりの方、またどこから来られた方々も心から歓迎いたします。神様の天地を作られた神様からの折にかなった、その時必要な、今日必要な助けが皆様のお一人お一人の心の内に豊かに与えられますようにとお祈りいたします。短く祈ります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのか。私の助けは天地を作られた主から来る。太陽を作り、月を作り、星を作り、天の川を、銀河を作り、そしてこの地球を作り、海を作り、陸を作り、山を、川を、湖を、草花を、動物を、生き物を、そして人間をお作りになった天地を作られた神様、すべてのものはあなたによって作られた作品です。どれ一人一つとして偶然に進化して存在へと導かれた、そのようなものはありません。目に見えるものも目に見えないものもそうです。空気が確かに存在します。その中に酸素や二酸化炭素がありますが、神様は私たちが豊かに生きていくために必要なすべてを絶妙なバランスで作ってくださいました。太陽と月の、また太陽と地球の距離、そのすべても主が絶妙に置いてくださっております。主よ、あなたはなんと細やかな方でしょうか。私たちの体もその隅々まであなたのデザインで作られました。お母さんのお腹の中で私を作ってくださったのはあなたです。自分の力で生きていける人は一人もいません。主が生まれる前から私たちを運んでいてください。今自分の足で立っているというものも主が背負い続けていてください。そしてその変わらない愛は、たとえ私たちが寝たきりになっても、病の床に伏しても、私はあなたを離れず、あなたを捨てない、その変わらない愛があることを感謝いたします。主よ、どうかお語りください。しもべは聞いております。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。2022年7月の17日、3回目の7月の礼拝を迎えることができました。感謝です。半分ちょっと過ぎましたけれども、この2022年の杉戸キリスト教会の兵庫聖句、皆さん覚えてくださっていましょうか。週報のこの上のところに印刷しております。詩編の1編2節3節の御言葉です。主の教え、御言葉と言われるこの聖書の教えを喜びとする。昼も夜も、夜も昼もその教えを口ずさむ。思い巡らす、リフレインさせていく。その人は流れのほとりに植えられた木、流れのほとりに移植された木と言われます。英語ではトランスプラントというふうに言われる受け身系です。木は自分で動くことができません。神様がそこを根っこも傷まないように掘り起こしてくださり、そして流れのほとりに植え替えてくださった。作物が豊かな実を実らせるためには、まず土がとても大切だという話があります。もちろん水も大切ですが、その土地が、土壌が肥えた良い土地でなければ豊かな実は期待できません。しかし土というのはそんな簡単に良くなるものではありません。何年も何年も同じ場所で連作をしていると、その土地は痩せていきます。
しばらく休ませなければなりません。神様は本当に素晴らしい農業の天才であります。まずどんなことがあってもどんな日照りが続いても大丈夫なように流れのほとりに私たちを植え替えてください、移植してください、そのようなことが言われております。フルトネの流れのほとりに植えられて、この教会は来年70周年を迎えようとしています。埼玉県で2番目に古い歴史があるということですけども、主は豊かな実を実ることを期待して、すべてのことを細やかな配慮を持って導いておられます。主の教えを喜びとする、これが一番難しいところかもしれません。主って誰ですか？主の教えって何かあれしちゃいかんこれしちゃいかんっていうなんか嫌な命令じゃないんですか？教えっていう言葉自体がなんか立法主義的ですよねとおっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。しかし主の教えというのは誠に麗しく本当に最高の宝であります。先週もう長い間ご奉仕くださってお年を重ねておられるギデオンの方々がまた教会を訪ねてくださいました。そして教会の教会さんで自由に配っていただけるような、新しい人が来たら配っていただけるようなこの大きな活字の大きな聖書を用意しましたというんです。これらのギデオンの聖書ってこれぐらいのすごくちっちゃくてですね、開けるとなんかもう 目が小さくて読めないわみたいな。でもこれだと年配の方でもすごく分かりやすいというか大きな活字なんです。この聖書は今でも世界中でベストセラーを続けています。聖書は世界のベストセラーです。世界の歴史上最も広く最も多くの人々に読まれている書物、その影響は世界の歴史、思想、政治、文学、美術、音楽、演劇、哲学、科学などに顕著に表れています。聖書は人生の指針です。人は自分で生まれてきたのではありません。そうです、生まれてくるのも受け身系です。 I was born と言います。吉野博さんではありませんが、生まれさせていただいた、そして生かされている、存在へと招かれたのです。自分で自分を生み出すことができる人は誰もいません。受け身系です。生まれた時から受け身系なんです。神によって作られた被造物であります。最高傑作であります。そして作られたものには必ず作られた目的があります。意味があります。その目的に沿ってデザインされているのです。この目的真理を示しているのがこの聖書であります。磁石が北を示すように、聖書は人生の行くべき方向をあなたが歩む道を示しています。私の好きな言葉がもうたくさんあるんですけども、もう線を引きまくってですね、どこにも線があるような状態にまた近づいていますが、あの何冊聖書がですねボロボロになっても同じようなことをするのかなと思いますけれども、一箇所ぜひ開いていただきたい言葉があります。主の教えがどれほど素晴らしい喜びなのか、御言葉を喜びとしというのは、この主の教えの喜びを知らなければ喜ぶことができません。喜べといってもその素晴らしさが分からないのにどうやって喜ぶのか、そういうことになります。旧約聖書のイザヤ書、私の大好きなところの一つですが、イザヤ書48章、今日は48章を開きます。聖書の御言葉に関する、主の教えに関する素晴らしい約束であります。この言葉を知っているか知っていないかで、主の教えを喜べるか喜べないかの、それが大きく変わってくるでしょう。イザヤ書の48章の17節から19節をぜひ開いていただきたいのです。旧約聖書の後ろの方です。イザヤという預言者は
イエス様が世界で最初のクリスマスにお生まれになる700年くらい前に活躍した預言者と言われる人物です。神様からの言葉を預かって、そして足したり引いたりすることなく、それをまっすぐに語っていったメッセンジャーです。イザヤ書48章17節から19節をお読みいたします。イスラエルの聖なる方、あなたをあがなう主。あがなうというのは代金を払って買い戻すという意味があります。あなたを代金を払って買い戻す、もう一度ご自分のものにしてくださる主はこう言われます。私はあなたの神、主だよ。私があなたを作った作り主だよ。私はあなたに益になることを教えるよ。これが主の教えです。益になることをあなたに教えるというのが主の教えであります。そして日本語で読むとピンとこないかもしれない。ご利益宗教のご利益なのか、違います。ここで言われている益という言葉は英語の聖書で見ると明快かもしれません。 What is best for you? あなたにとってベスト、最高であり最善のものを、それを教えるよというんです。これが主の御言葉です。主の教えです。それはいつもあなたにとって何が最善かを教えてくれる素晴らしいナビゲーションなんです。神様は出し惜しみをなさいません。普通にいいものとかまあまあいいものとかじゃないんです。英語ではグッド、ベター、ベストと言いますけども、普通のグッド、いいものでも、ベターはそれまあまあ比較級でまあまあいいもの、あれに比べたらいいね、でも最上級というかありますね、ベスト、もうこれ以上のものがない、最高です、最善です。それが主の教えなんです。あなたにとってどう生きることが、何を選択することが一番最高か、ベストか、それを教えてくださるのが主の教えなんです、御言葉なんです。ですから18節が続きます。あなたが私の命令に、この主の教えに、御言葉に、聖書に耳を傾けてさえいれば。これ前提として、あのカーナビのような30メートル先に右に曲がってくださいとかですね、そういうナビゲーションに聞き従うということが前提ですけども、その聞き続けるということはそれをシャットアウトして自分の好きな方向に進んでいかないということです。あなたが私の命令、御言葉に耳を傾けてさえいれば、聞き続けてさえいれば、それが主にとどまるということでしょう。ブドウの木に枝がとどまり続けなければ実を結ぶことができません。しかし具体的に主にとどまるってどういうことですか。主にとどまるって何をどうすることなんですか。主の御教えに、主の御言葉に、主の命令に耳を傾けて、最善のナビゲーションを聞き続ける、それに従い続ける、これが主につながっているということです。主にとどまっているということです。あなたが私の命令に、御言葉に耳を傾けてさえいれば、あなたの平安は波のようになる。あ、川のように流れ続けて枯れない川ですね。そして正義は海の波のようになったであろうに、あなたの子孫は砂のように、あなたの身から出るものは雅子のようになったであろうに、その名は私の前から絶たれることも滅ぼされることもなかったであろうにと言われます。イスラエルの民は実は頑固でした。そして聞く耳がなかったんです。 Going my way、 ちょっとつ申し、自分のことに夢中で、そして神様の教えに耳を傾けることがなかったのです。ですからかつてイスラエルは先細りになったことがありました。滅ぼされる寸前まで行きました。絶滅危惧種寸前まで行きました。なぜですか。主の命令に耳を傾けることをやめてしまったからです。
御言葉にとどまり続けとこやめて、心を尽くして自分の知恵に自分の悟りに頼り、祈ることをせず、自分の力、自分の可能性、自分の経験、自分の勘に頼って自助努力を始めてしまったからです。私が一番嫌いな言葉です、自助努力。ものすごく立法主義な匂いがしますよね。でもその言葉に満ちていますよ、この国は。自助努力、もうこの言葉がどれだけこの国を生きづらい国にしているんでしょうか。もっと頑張れ、あなたが頑張らなきゃどうするのっていう言葉がもう出ていた。そのままの私はダメなのかっていう世界ですよね。でも聖書は自助努力ではなくて御霊の実を教えています。今日の聖書の言葉、改めてもう何十年も聖書ね、耳を固めておられる方をたくさんいらっしゃるかと思いますが、改めてガラテヤ人の手紙5章22節23節その最初の言葉を注目してみましょう。主語のこの御言葉のところを参照です。1970年に訳された新改訳聖書と2017年に訳された新改訳2017、2つの訳があります。最後の言葉以外はほとんど同じです。しかし御霊の実は愛。もともとの言葉で読むと、実という言葉、フルーツという言葉は単数形です。単数形です。ですから、愛、喜び、平安、寛容、なんかたくさんの実があるのかなと思いますが、実は愛という言葉にまとめることができます。御霊の実は愛です。賜物ではありませんから、私には賜物として愛が与えられていませんから、私は愛せませんなんていう言い訳ができません。誰でもイエス様を信じ受け入れて、聖霊とともに主に結びついて、主につながり続けて、主にとどまり続けて、御言葉と一緒に生きるならば、おのずから御霊が結ばしてくださる愛です。御霊の実と対照的なのが自助努力の愛です。自分で頑張って、自分で努力して、もっと熱心に、もっと頑張って、もっと汗を流して、で一生懸命結ぼうとする身が御霊の実とは正反対のものです。ですから勘違いをなさらないでください。自分でどう頑張っても愛の人にはなりませんよと聖書は言っています。自分でどう一生懸命自然抜刀して修行をして、努力の計算を、自己計算を積んでも、自助力を極みを尽くしても、愛という実はそういう方法では結ぶことができません。むしろここに記されていることの正反対のことしか自助努力の実は結べないでしょう。愛という言葉の反対は何でしょうか。マザーテレサという方が言いました。愛の反対は無関心です。そうでしょう。誰かが苦しもうが痛もうが我関せず、そんなの関係ない。これが愛の反対でございます。他者に対する無関心です。自分に対する関心はたくさんあるでしょう。私がもっと楽になりたい、私がもっと幸せになりたい、私がもっと自分の思い通りを叶えたい。でもそうじゃなくて、愛というのは他の人に対する関心なのです。まずあの人どうしてるかな、あの人元気かな、あの人大丈夫かな、その関心がまず愛です。完全に忘れきっているのは愛とは正反対です。無関心、そんなそんな人いてましたっけみたいな完全に切り捨てている状態ですね。その人の存在そのもの、そこに存在していても存在を無視する、この無関心が愛の反対です。存在するの見えてますかって多くの人が叫んでいます。無関心だから見えないんです。そこに苦しんでいる人がいても、目の前に悩んでいる人がいてもわからないんです。無関心ですから。そして喜びの反対は何でしょうか。今風の言葉で私は考えてみました。言葉を選んでみました。喜びの反対は閉塞感です。すごくしっくりくる言葉じゃないですか。喜びの反対は閉塞感です。すごく重苦しくて、真っ黒な雲が全部の人生を自分の上を覆ってしまっていて、いつも土砂降りみたいな、
太陽の光は一切届きませんみたいな、もう天が塞がれているかのような状態、神様にも見捨てられているかのような状態、祈っても何やっても無駄でしょうと思えるような状態、それが閉塞感です。喜びとは対極的なところにあります。もう重苦しくてしんどくて早く楽になりたいから死にたいと思うほどのものでしょう。詰まってるんですから、行き詰まりですから、路地裏の行き止まりなんです。それが閉塞感です。浜田省吾という人物が 歌いました路地裏の少年、素晴らしい歌ですけど、でも22歳にして行き止まりの路地裏で悩んでいる少年の姿が 歌われているんですけども、閉塞感って路地裏で一生懸命生きてたけども行き止まりだった、そこから先進めなくなっちゃった、この状態です。自助努力のしようがない、もう頑張れない、これ以上どう頑張るんですかという状態です。鬱という状態かもしれません、燃え尽きている状況かもしれません、とにかく重苦しい心の病になってしまったような状態、それが喜びとは正反対です。もう生きていること自体がしんどい、つらい、早く死にたい、それは喜びとは正反対です。生きててよかった、生まれてきてよかったとは正反対なんですよ。このところに私が生まれてきてすいません、私が存在しててすいません、早くいなくなりますからごめんなさいみたいな、そんなことなんです。でもそれは自助努力の実です。どれだけ頑張っても無関心と閉塞感しか出てきません。そして平安ではなくて恐れです。恐れ、いつもビク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 しています。人は私をどう評価するか、人が私をどう見るか、切り捨てられるんじゃないか、見捨てられるんじゃないか、呆れられるんじゃないか、その恐れはすごいものがあります。プレッシャーとして他の人と同じように成果を上げなきゃいけない、他の人と同じような生活をしなきゃいけない、あなただけが何を甘えているのみたいな世界になってですね、恐れが、もうそんな言葉をもう嫌ということを聞いています。そして寛容ではなく瞬間違和覚式でしょう。寛容というのは少々のことを言われても簡単に覚悟しない人です。でも私たちは一生懸命頑張って自助努力の実を結んでいると、いつも瞬間違和覚式になってしまいます。ちょっとでも気に入らない言葉を聞いた瞬間にパーン爆発します。ちょっとでも自分の思い通りにならない、心をかき回されることをされた瞬間に怒り狂います。それは殺意に近いものがあります。そして親切ではなくて意地悪です。善意ではなくて殺意があります。誠実ではなくて裏切りがあります。嘘ばっかり、柔和ではなくて頑固です。自制が効かなくて依存症です。自助努力の実は無関心、閉塞感、恐れ、瞬間違和感、意地悪、殺意、裏切り、頑固、依存症です。どれだけ多くの人がこういう実を結んでいますか。本当に一生懸命頑張るという方向性にあるものはそういう実なんです。そういう実にしか結べないんです。いくら努力してもいくら頑張っても涙ぐましい全力投球してももっと頑張りますってやってもそうなんですよ。結局愛という実は自分では絶対に結べないんです。無理です、無理です。しかし御霊の実、キリストがあなたのうちに住み始めて聖霊に満たされる、聖霊があなたの心に宿って、そしてその御霊によって満たされ、御言葉を喜ぶことができるようになって、御言葉とともに昼も夜も御言葉とともに葡萄の木であるイエス様にしっかりととどまり続ける人は時が来ると実を結ぶことができるんです。つまり神様が流れのほとりに植え替えてくださるプラス、あなたの心の中の土壌を改良してくださるんです。これには少々時間がかかります。一瞬にしてあなたの心を変えるということはなさらないですね、なされないです。
長い間身につけてきたものですから、何十年という歳月を自分なりに一生懸命生きてきて、もう身につけてきたものですから、そんな簡単に変わりませんよ、心は。その世界観、価値観、人生観、物の見方、考え方、その心のこびりついてしまったもの、凝り固まってしまったものは一昼夜で変わることはまずないでしょう。土を時間をかけて、何年もかけて良い土に変えて、そしてそこに植わっている植物が豊かな実を結ぶことができるように、地道な長期計画で神様は私たちの心に関わり続けてくださるということでありましょう。あなたはどちらの実を結びたいですか？御霊の実と言われる愛という実でしょうか？それとも自助努力の実でしょうか？自己中心の実でしょうか？誰もが御霊の実を愛の人になりたい、優しい人になりたいと願うでしょう。そこで改めて聖書の御言葉、一番ベストをあなたに語り続けていてくださる聖書の御言葉を今日も見ていきたいと思っておりますが、何度もペンテコステ以降繰り返し繰り返し味わっている言葉でありますが、新約聖書ヨハネの福音書7章37節から38節39節の御言葉を今日も味わっていきましょう。新約聖書ヨハネの福音書7章の37、38、39節です。あなたにとってベストを教えてくださっている主の御言葉、主の教えでございます。神の言葉です。イエス様自身の言葉です。ヨハネの福音書7章37節から。さて祭りの終わりの大いなる日に、今日杉田祭りがあるようですね。コロナが増えているんですけども、守られますようにと、午後2時半から夜9時までこの教会の前の道路が通行止めになってしまいますので、ご注意ください。幽霊派に出られる方、祭りの終わりの大いなる日にイエスは立ち上がり、 大きな声で言われた。誰でも乾いているなら、誰でも乾いているなら私のところに来なさい。イエス様は声を大にして叫びます。誰でも乾いているなら私のところに来てください。選挙カーがかなり演説してましたけど、もっと素晴らしい教えです。誰でも、どんな人でも、どんな人でも、皆さん来てください。誰でも、あなたがもし心乾いて、カラカラに乾いていらっしゃるなら、魂の渇きを、生きる力さえないほどにカラカラに干からびていらっしゃるなら、私の元に来て飲んでください。誰も私のことを大切にしてくれない、誰も私のことなんか気にかけてくれない、誰も私のことなんか愛してくれないと、カラカラに乾いていらっしゃる方、イエス様の元に来て飲んでくださいというのです。これが聖霊に満たされることの初めの一歩です。初めの一歩、ボクシングのままではありませんが、私の元に来て飲む、そこから聖霊との生活が始まっていきます。イエス様のもとに来て飲むということは、すなわちイエス様を信じ受け入れるものということでございます。私のもとに来て飲みなさい、私を信じる者はと書かれております。信じるということは食べたり飲んだりすることとすごく似ています。飲み物や食べ物が口に飲み込んで体の中に取り込んでも毒でない、害じゃない、むしろ健康を増進し、また生き生きとした元気を与えてくださる、生きる力を与えてくださる方がイエス様なんだ、その御言葉なんだということで、イエス様の御声を慕い求め、飲む、イエス様ご自身も飲む、イエス様ご自身を全面的に信頼して受け入れていく、そこにこそ
全ての解決の源があります。自助努力ではなくて御霊の力によって歩む。仏教的な言葉で言うと自力本願では救われないということですから、他力本願なんですよ。自分で自分の救い主になれないんですから、自分で自分の心を変えれないんですから。愛の人に救い主が必要なんです。キリストがメシアが、そして聖書はイエス・キリストこそメシア、キリストだと教えております。私こそそれだという人がたくさんいます。でもその人の教えに耳を傾けてはいけません。良い羊飼いはあなたを本気で愛してくださっている良い羊飼いはイエス様であります。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。もう頑張れない人も、もう散々な人も、私を信じる者はどんな人に変えられるのでしょうか。聖書が言っているように、聖書が約束しているように、その人の心の一番深いところから生ける水の川が流れているようになります。先週味わったサマリアの女性もそれを味わいました。私が与える水を飲むものはその人のうちで渇きが止まる、生ける水の川が流れ出るようになります。そして使徒ヨハネさんはそのことについて大切なコメントを残しています。39節、イエスはご自分を信じる者が受けることになる御霊、聖霊とも言われますが、キリストご自身の御霊についてこう言われたんである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ下っていなかったのである。この時はペンテコステ聖霊降臨がまだでしたから、そうでした。でも今は違います。誰でも心を開いてイエス様を救い主として心の真ん中に信じ受け入れるならば、その時あなたは聖霊を受けることができます。聖霊があなたの心の中に、あなたの肉体に宿ってください。そしてあなたの干からびた心を生ける水の川で潤してくださるのであります。満ち足りて満ち溢れてくるような流れになっていきます。その川の流れは利根川よりも水の量は多いのです。もう溢れてくる、溢れてくる。そしてそれは喜びとなり、平安となり、賛美となり、礼拝へと向かいます。そして主の愛は聖霊を通してあなたの心に注ぎ込まれます。神様の無尽蔵の無条件の愛があなたに流れ込んでくるんです。私の目にはあなたは高価で尊い、あなたのことを誰が何と言おうとそんなの関係ない、その人は神様じゃないんだから、その人はあなたを作った人じゃないでしょ。私の目にあなたのデザイナーであり、メーカーさんであり、クリエイターである、作り主さんである私の目にはあなたはガラクタじゃないよ、ポンコツじゃないよ、出来損ないじゃないよ。あなたは私の目にとっても素敵な、高価で、どんなお金を持っても買えないほどに高価で尊い。あなたがそこに存在しているだけで、存在そのものに計りがたい意味と価値があるよと言われるのです。そして聖書は神様からのラブレターです。イエス様からのラブレターです。私はあなたを愛しているよ。私はあなたを愛しているだから、あなたの身代わりに十字架で全ての罪を背負って、あなたの全ての罪や過ちや罪の借金を全部背負って、あなたが支払わなければならなかったけれども支払うことができなかった返済不可能な罪の借金を全部十字架に釘付けて支払ってくださったんです。完全に代金を支払って贖ってくださいました。買い戻してくださいました。私はあなたを愛した、そしてあなたは私のもの、あなたは私のものだよ。そのイエス様はおっしゃるのです。こんな僕のどこが大切、私傷のばかりで
自分で自分が嫌になるほど何もできなくて、歯がゆいほどに、無力なほどに、本当に悔しいほどに、何にもできないものでございました。でもイエス様はそんな私たちに、私はあなたを愛しているという言葉を語ってくださいます。最後にヨハネの福音書の大変有名なブドウの木とブドウの枝の例えを見てまいりましょう。ヨハネの福音書15章を開きますと、イエス様が十字架にかけられる前の夜、最後の晩餐の席で語ってくださったメッセージがあります。もう次の日にはあなたのために十字架にかかって死ぬ、その死に至る苦しみを、神に呪われて神に見捨てられるという最悪な死を味わってください。その前にイエス様はこの言葉を語ってくださいました。ヨハネ福音書15章の1節からです。私は誠のブドウの木です。私の父、天のお父さんは農夫です。そうなんですよね。実は聖書は農業と深く結びついています。切っても切り離せない。イエス様自身が誠のブドウの木であり、イエス様のお父様、天のお父さんは農夫だというんです。そして私の枝で実を結ばないものはすべてお父さんがそれを取り除きます。実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。そしてあなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。もうすでにあなたは清いよと宣言してくださいます。御言葉は聞くだけであなたのすべてを清める力があるんです。それですから4節以降繰り返し語られていきます。私に、イエス様がおっしゃいます。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできないよ。私はブドウの木で、あなた方は枝ですよ。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びますよ。愛という多くの実を。でもね、私を離れてはあなた方は何にもできないよ。あなた方は何もすることができないんです、できないのです。そうイエス様はおっしゃっています。警告を込めて6節以降が続きます。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、そうです、御言葉がとどまっているなら、昼も夜も口ずさんでいるなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになります。父は私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりません。私が私の父の戒めを持って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら、私の愛にとどまっているのです。イエス様にとどまるということの具体的な教えがここにあります。私の戒めを守るなら、イエス様の御言葉を守るなら、私の愛にとどまっているというのです。御言葉です。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。そして最後12節が続きます。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、私がまずあなた方を愛したように、皆さんもお隣さんと一緒に互いに愛というものを結んでいくこと、これが私の戒めですと言われています。御言葉、特に
戒めと訳されるような、命令と訳されるような戒めは、この十二節にまとめられるかと思います。イエス様があなたを愛されたように、その愛をもって許し合い、愛し合い、支え合い、助け合って一緒にお隣さんとして生きていこう。地域ではなくてお隣さんと一緒に生きていこう。それが聖書の主の教えであります。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒め、御言葉です。そのように語られております。それぞれご自分の言葉で祈る時を持っていただけたらと思います。神様は全てをご存知ですから、背伸びをする必要はありません。嘘をつく必要もありません。いい格好をする必要もありません。正直なそのままの思いを、言葉をイエス様に向かって語ってください。心の中だけでも結構です。声に出せる方は声に出して祈ってみてください。それぞれ祈りましょう。
たちのために